やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今回のお題はですね、男ってバカだなと思った瞬間ですね。やっていきましょう。告白された時、可愛くなかったから断ったけど、ごいつ友人があいつ意外と胸でかいよなって言われてからめちゃめちゃ可愛く見えてきたこと。本当に可愛く見えたし、確かに大きかった。悔しい。バカだよな。いや、そうなんだよな。いや、そうなんだよな。いや、これはね、いや、わかんないっていうのはね、綺麗事だわ。実際ちょっと上がるよ。胸の大きさっていうのはそのさ、加点ポイントに入るか入んないけど、言って入るよ。男は。でもそれが全てじゃないし、別に胸がなくても100点にはいくよね。胸がなかったら80点が限度とかじゃない。胸を含めて100点にいく場合もある。それって全然違うんだよね。元彼がっていうのはこれ単純に彼がなのかな。今で言う元彼。誕生日を祝ってくれるから開けといてとのことで、誕生日の日にウキウキ準備をしておしゃれをして待ち合わせ場所に行きましたが、15分ほど待った時点で痺れを切らしてしまい電話をかけてみると、明らかにパチンコの中にいる音がして、切れたらその後1時間待たされて彼氏到着。プレゼント好きなものを選んでもらおうと思ってたけど全部吸ってしまった。本当にすいませんと飛び出されました。その時バラの花1本だけ渡されたのですが、それがその当日、こいつは本当にどうしようもないバカなんだなと思ったのにキュンとしてしまいました。それでキュンとしてしまうお前もちょろすぎるけどな。どっちがバカの話をするとお前の方がバカだよこれ。どんどんいきましょう。今回ちょっと多いんでね。お金ないって言いながら弾打ちに行くのなんなん、バカ、将来性なさすぎる。やっぱ女の子目線あれだね、刺さるね。いつまでも元カノって存在で認識していること、元カレって存在すら抹消してるから、もし会っても敬語だし知らない人。いってちょっとここ男とは違うよな。男の恋愛観を話しといていい？じゃあここで。男は元カノと久々に会ったら、あの時楽しかったねみたいな楽しい話がちょっとはできるのかなって期待してる一面あるよ。大体の人が。これとは真逆にある。ぶっちゃけ。ちょっと笑って話せんのかなって思ってる。なんでって難しいんだよね。ロマンチストな男あるから、男って全員。付き合ってた時のいいシーンをずっとね、アルバム保存してるんだよね。今持ってる俺が持ってるこの思い出についてお互いちょっと語ってみることができるんじゃないかなと思ってしまう。次。結局年下らしく甘えて恋人らしく営業するのが勝つ。そう、ここは夢の国。いつもお金を通していってくれてありがとうね。ボーナス入ったら川崎おいでね。青春派アイドル系なお風呂屋さんより。まあ、なんだろうね。まあ、多いだろうね。人のなんか好きなタイプっていうのは分かれるもんだと思うけど、やっぱり、なんか年下っぽい後輩系女子を好きな人っての多いよね。比率としてお姉さん系が好きか、その後輩系が好きかで言うと多分7、3ぐらいなイメージある。お姉さんの方が3。これ俺めっちゃ好きだ。空気と戦ってるとこ。いや、俺も全然まだ戦うけどな。まだ俺あれだよ、リモコンをさ、指揮棒にしてさ、千秋真一になってさ、あの指揮者やるもんね。この女の子見えんの？それ、その世界に行けない？喋ってる時に普通に父見てるの、バレバレでアホ。え？嘘だろ。俺バレないで見てんだけど。そうなん？いや、多分俺はバレてない。お前らだろ。お前らだろって。はい、次。高校生です。夜、飯が食い終わった後、公園の草むらに、自分と友達のチャリの鍵をノリでぶん投げたことです。歩いて帰ります。このさ、いや、これわかんだよな。高校生の時ってさ、不可解なことしちゃわない？なんかほんと理解ができないバカなことしちゃうよね。
や、これめっちゃわかるんだわ。不思議だよね。多感すぎるがゆえに感じ取るものが多すぎて、なんか不思議なことをしちゃうんだろうね。はい、次。女です。パパ活で金くれるおじ。まあ俺もこれはね、男バカだと思うんだよね。ただバカなんじゃないと思うの、これ素人癖なんだよね、これって。金持ってる人たちの素人物好きな金持ちの趣味なんだよね。普通だったらこの道行かないから。性欲を晴らしたいだけならもうプロにお願いすればいいし、本当に金の使い道ないのと素人癖なんだと思うんだよね。癖の話だから女の子目線はバカだろうけどね。まあルートをそれしか知らない説もあるよね。マッチングアプリとかだともう相手にされないじゃん、おじさんって。女の子とつながれるツールみたいのがパパ活しか知らないっていう説もある。世の中では普通じゃない方法なんだけど、おじからするともうそれしかない普通な方法になっちゃってるっていう。痛いの来たな、やばいって。高校生の女子です。最近まで気になってた男子です。こっちがね、お世辞で笑ってあげただけなのに一生ボケ続けるところ。ちょっと待って。体調悪いのに自分の感情を DM で連投して送ってくるところ。酸素吸え、酸素吸え、待て待て、酸素吸え。廊下で後ろからダッシュしてきて背中を叩いてよっと、すがすがしい顔をしているところ。痛いよ。いや違うんです、漫画とかが悪いんす。漫画のイケメンが悪いんです、わかるけど。電車の切符をちょろまかしているところを当たり前に言ってくれるところ。ちょっとね、ちょっと悪ぶってみたいんです。高校生って俺悪なんですってとこ自慢したいんす。そういう生き物なんす男って。ただ私が仲良くない人と話すのが緊張するだけなのに、言いたいことあるならいつでもどうぞと告白されると勘違いしているところ。何回も誘いに断ってるのに何度も誘ってくるところ。ここは言い続けたら丸々が嫌がるような嫌がるようなことしたって送ってくると、これ俺、いやこれ俺高校の時待って、まあ俺かこれ。一緒に帰るのことだったら直接伝えたいことあったんだけどな。これはキモいな。これそうって最後のとことん気持ち悪いね。特別気持ち悪いこれ。周りが見えてない自分のことが一番なバカなんだなと思いました。好きだった気持ちも一瞬で冷めました。ゆうやの話かもしれない、これマジきついね。これとかさ、もうさ、だってこうあの女の子と接するって高校生の時どうしたらいいか分かんないからさ、そう教材があるじゃない、たくさんの。でその中にさ、やっぱりさ、すがすがしい犬系主人公よね。でおどおどしてる女の子にパン加えながら、いや、やるやる、やってた、俺もやってたよ。そこを経てだから男ってのは。世の中に間違えた教材が起こってんのが悪いよ。はい。学生時代から付き合っている5つ上の彼氏、私の前では未だに済ましているくせに携帯には女性攻めのたくさんのエッチな動画が入っていて、それを見つめながら寝落ちしていた。それを見つけて何も言わずに、スマホ画面を消して寝ようとしたら、え、あ、違くて、いやごめんと言われて、何謝ってるのかもわからないし、なんかバカらしくなった。いやこれはね、いやこれは男としてはさ、言い分があるよね。いやこれはね、さ、男っていうのはね、マジ AV とかって別物なんですよ。本当に別なの。私がいいのに他の女の人でとか言うかもしんないけど、それとは違くて。そこがまず知ってほしいのと、私の前では済ましてるくせに、携帯には女性攻めの動画がたくさん入ったんでしょ。せめてやればいいじゃねえか、お前その男の子がことが好きなんだったら。性ってのはやっぱり探求するものでしょ。恋愛なんてお互いその一人と一人だけの世界やん。お前らのさ、性癖がさ、どんなに周りに気持ちがられようと、お前らがよければよくない、恋愛って。そうだよね。しかも、年上の5つ上の彼氏がさ、お前の前だと格好つけてくれてるんでしょ、まだ。マジで紳士じゃん、彼氏。お前が歩み寄ってやれって。って、俺は思うね。エロ動画を見ながら寝落ちってどういう状況？もう、しこねだと思う。マジですげえ。いや、この彼氏マジでいい人だと思うよ。そうだよ、浮気も何もしてなくてさ、お前の前だと済ましてくれてさ、性欲っていうのを動画で済ましてるんだから、お前三大欲求だぞ。お前飯食うなって我慢できんのかよ。これはね、女の子が男側からの意見もあります。女の子もちょっと歩み寄ってきてほしいな。
はい、次。冬の白ニットに弱すぎる。冬の白ニットはすごいよね。だってさ、エロいし可愛いしでさ、冬の白ニットって全員着てほしいよね。ね。可愛いよね。ラジオネーム、シェフ数え役満。高3男子です。着替えの時、胸が E カップぐらいある柔道部に群がり揉みまくってことですよ。わかんなくはないかな。多感な時期ってな、その男の太っちょの父もね、揉んでみたくなるよね。何事もうまく隠し事をしてるつもりかもしれないけど、絶対わかるからバカだなって思う。サプライズ系もそわそわしてるなって思うし、浮気も挙動がおかしいからわかる。そうなんだ。これ本当に女の子目線見てみたいね。男って本当にバカだなって俺ね思うんだろうな。その胸を見てるとかもさ、したら浮気経験はねえよ。いや俺ね、したらねバレるって分かってんだよね。だから俺絶対できない。俺物に対する執着がなさすぎんの。浮気ってさ、物で絶対バレると思うんだよね。バレなかったらしたいっていうことですか？いや、それ究極の質問で、バレなかったらしたいなんてこと世の中にたくさんない。そこに法律だったりしちゃいけないっていう社会性が織り交ざるからこそ人はしないだけで、世の中に社会性とか法律とかがなかったらしていいって言うんだったら世の中にしたいものなんてたくさんあるよ。それだってお前で女10人作りてえよ。一夫多妻制したいし、欲求だけを追い求めたらもうしたいになっちゃう。まあそういうもんだと思ってるよ。何の話か分かんないけど、ちょっと話が飛びました。全然モテていないのにインスタの質問枠でお前裏でモテモテだよって送られてきたやつがまんざらでもない顔文字をつけて返答してたこと、あれじゃないの、こういうやつ。何年も前に別れた男からの結婚の連絡、あれ本当にいません。今更どうでもいいしうざいんだけどっていう返事は強がりでも何でもありません。ガチで本心で心の底からうざいです。まだ俺に未練があるかもしれないから言っといた方がいいかなと思って。いやそこまでは思ってないんだけどね。なんで男って元カノや一度自分に告ってきた女はいつまでも自分のこと好きやと思っているのかな。お前の誕生日さえ覚えていないんだよ。世界のどっかで勝手に幸せになってください。まあさっきの話と一緒だね。ちょっと痛めの話。友達がおたさんの姫の3サイズをスマホのパスワードに設定してるらしい。気持ち悪い。6桁クソキメーな、マジで。7桁かもしれんこと。7桁はすごいやろ、7桁だったら。男ってほんとバカだなと思った時、TikTok や X の AI が作り出した架空の女と気づかず頑張ってコメントする。これはおっさんしかないと思うけどね。な、俺バカだなと思うのが、あと整形嫌いとか言う人のアカウントたまにピッて見に行ったら、整形してる人の、女の子を押してたり。今の、ね、整形ってね、すごいナチュラルだからもうわかんないんだろうね。可愛い女の子が腕まくりをしてるとキュンとするっていう話をしていて、夏だったのに何人か長袖で登校して授業中腕まくりをしていた時あー、わかるかも。俺もこういう時期あったわ。俺が好きだった女の子がさ、男子の喉、水飲んでる時の喉仏ってかっこいいよねっつって俺あーってやってたわ。男性ってバカだなではなく、男性ってここどう思ってるのっていう感じの壮大な内容です。彼氏がいます。男性が一人でするときおかずを用意するのは分かります。偉い。ですが最近彼氏が裏垢系女子、エッチな写真や動画音声をとかしてるよ、なんかファンティアみたいなもんかな、見てることを知りました。彼は鍵垢じゃないのに勝手にスマホで見たりしてたわけじゃないです。AV 女優さんとかはそういう仕事をやっているという点で気にならないのですが、 SNS で投稿している素人の女の子を見てると思うと、なんこれはわかるな。他の女性配信者が過去に見てほしくないや見るぐらいなら自分で送るなども言っていたのですが、自分の写真を送る勇気はないです。なので制限させる立場じゃないです。たまに不安になった時は知恵袋を覗き込み、外食みたいなもおかずは無感情みたいな男性の回答を見に行くと落ち着くなどしています。行き過ぎると、裏垢女子の子たちは可愛くて綺麗なのでそっちとやると満足するらしいよねと、自信もなくし自暴自棄になります。
このことで彼氏に当たったり言ったりはしてなくて、一人で悲しくなってるだけです。もうめっちゃいい子だな。男性にとって彼女とするのとおかず対象の女の子と何か違いますか？やっぱり上の男性の意見と同じですか？制限させたくないので私はどういう気の持ちようでいればいいでしょうか？スタミさんの意見として聞きたいです。めっちゃいい子やんお前。いやこれはね、いやこのね、癖の問題だから、ここもさっきのパパ活のおっさんと一緒で、多分素人癖があると思うんだよね。でも裏掛け女子とかパンティアとかでそのいたすのってあまりに礼儀がなってなさすぎる。彼女に対して やるんだったらもう本当にバレない方法を自分で取るだったり、例えばさ、彼氏がさ、好きな女優さん誰ですかって言って新垣結衣って言ったらさ、その彼氏が新垣結衣に届くはずないからさ、安心するじゃん別に。それと同じでさ、AV 女優で抜いてますとか言うとさ、AV 女優ではまあいいかってなるけどさ、まあ、素人の女の子で抜いてますって言うとさ、ちょっと距離が近すぎるし、だって裏系女子って多分さ、DM とかで会おうとかなんかやり取りしたらワンチャン会えるかもしんないじゃんね。俺とかなんてクソ有名なわけじゃないじゃん。お前のさ、彼女がさ、俺と DM してたらどうする？嫌な気持ちにならない？それがさ、相手がさ、吉沢亮が性的対象、キュンキュンすんだよね、とかだとさ、全然違うじゃん。相手の立場になってあげた方がいいかもね。元カノが働いてるメンスの写真で週に2回ぐらい抜いてます。賢者タイムが本当にきついです。でもこれはお前はそこにはまってるんだわ。もう寝取られというかさ、そのズキズキがたまらんのだと思うよ。ズキズキしながら抜いてるだろ。ニンニク入れておけば大体美味しいっていう。これだけ聞くとマジでウケんな。本当に簡単だよな男ってな。今回のマシュマロでございました。皆さんお疲れ様でした。男ってバカだよねというお題で、なんかめっちゃあったんだろうね。俺いつも2回ぐらい投稿するんだけど、ツイッターで。1回の投稿で、募集数が400ぐらいあって、絞るのに時間がかかりました。はい。というわけで、今日のアサミジャパンの配信は終わろうと思います。また、しっかりと GTA できるときにね、GTA やろうと思うんで、今日は僕の雑談に付き合っていただきありがとうございました。というわけで、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。じゃん。